するじゃん。こちらもバトンタッチの恒例なのですが、3年生のチームコメントは僕たち2年生の2チームからとなります。まずはこちらのチームノーシックザールからのコメントです。魅力的なダンスで観客を魅了するカノンさん、スタイル抜群で美しいカノンさんはステージ上での輝きがものすごいです。フロアに向かうダンスは指先まで美しいです。みんなのアイドル優勝さん、誰よりも優しく誰よりも元気で謙虚な素敵な人柄でみんなに笑顔とパワーを与えてくれました。後輩愛にあふれる優しいユウさんはみんな大好きです。こっち、個性的なダンスで見る人の心を掴むアキホさん、アキホさんの振りは真似したくなるような素敵な振りが多く見る人を一瞬で魅了します。主役が似合うアキホさんは本当にキラキラ輝くスターです。誰よりもパフォーマーでみんなを楽しませてくれるヒロキ君、パフォーマンス中ずっと目で追ってしまうほど素敵な表情をしていて動き全てがかっこよすぎです。サークルでミニミニのボイスが危険になることを考えると悲しすぎます。いつもたくさん練習してくれてありがとうなヒロキ。チーム名の狙いは一人一人の個性と才能が輝いているチーム、一人一人の努力は計り知れないもので、そこから完成されたミストパワールド全開なパフォーマンスにはいつもたくさんの笑いと驚きと感動をもらっていました。何度見ても飽きない素敵なパフォーマンス、きっと会場の皆さんの心にも響くでしょう。最後のミストパワールド全開のパフォーマンスを私たちもとても楽しみにしています。さあ、それではやってもらいましょう。最初のチームはこのチーム、ミスティックトマーズ。拍手。
っかり飛ばしてくれました。ありがとうございました。ということで、それではミステリーヒットパーツを代表したアキホさんからコメントをいただきたいと思います。